Hey everyone, we're here at E3 2017 at the Bandai Namco booth. I'm Dalton Link, Community Manager, and I'm here with Hiroki to talk about Dragon Ball FighterZ. Ready? Let's go! Super excited to be here. First, can you just tell us a little bit about the game? Kind of give us an overview of what the game is? 本作なんですけれども、まあ、ドラゴンボールファイターズは、一言で言うと、まあ、本当の、まあ、本気のドラゴンボールバトルというような内容になっています。どういうことかと言いますと、今まで私たちって、まあ、ドラゴンボールのファンの皆様に、向けてゲームを作ってきて、まあ、もちろん、本作においてもファン の人が、非常に喜ぶようなドラゴンボールの魅力っていうのはたくさん詰まっているんですけれど、まあ、本当の最大の目的は、そこではありません。もう最大の目的は本作は格闘ゲームユーザーの人にもしっかり遊んでもらえるようなものを作りたい。そしてドラゴンボールのファンの人たちもこれをきっかけに格闘ゲームユーザーになっていってほしい、まあ、そういう気持ちで本作は作っています。なので、まあ、今回はやり込み要素とかカスタマイズ要素っていうようなもので成長して強くなるのではなくて、自分の頭と腕だけで勝負できる、本当に悟空になりきってドラゴンボールのバトルが楽しめるような作品になっています。You know, we have so many different characters in the Dragon Ball universe, from Goku to Cell. How do you decide what moves they have and how they fight in the game? まず、まあ、悟空、まあ、主人公の悟空ですけども、悟空に関してはやはり誰でも多分触りたいと思いますので、まあ、割とスタンダードな、戦い方をするキャラクターです。まあ普通の通常攻撃でもいろんな用途別に使えるような技もありますし、カメハメハ、必殺技カメハメハもあって遠距離攻撃も使えるので、まあ、非常に初めての方でも遊びやすいと思います。ご飯に関しては、やはり子供なのでリーチがどうしても、短い、短いんですけれども、その分、まあ、セル編の時に見せた圧倒的なパワーが非常に強いので、まあ、本当にどんどん近距離で攻めていって、で間合いを詰めずに攻めていって、まあ、パワーで、勝負していく、まあ最後の親子カメハメハとかも、まあ、すごい強い威力を誇っておりますので、まあ、そんな感じで戦えるようなキャラクターになっているかなと思います。That's fantastic. I know all the fans are excited to get their hands on all the different characters. So we noticed that you went for a 3v3 style fighter. Can you talk a little bit about that decision and why you went that route? 3対3にしている理由は、大きく言うと、まあ、2点あります。で、もちろんキャラクターの個性っていうのも非常に一人一人大事にはしているんですが、より3対3にすることで、戦略が深みが増すような戦い方ができると思ったので、あえて3対3にしました。そして2点目は、やはりドラゴンボールのファンの皆様にとってどうしても実現したかったのがドリームチームですね。ドリームチーム悟空とセルとフリーザ、多分これは絶対に一緒に組むことがないようなキャラクターたちが一緒に戦うっていうことを自分のプレーで実現できる、そういったところがやりたかったので3対3にしました。 Tell us what kind of sets this game apart from other games in the fighting game genre.やっぱ他の作品と比べて違う点は、やはりドラゴンボールの要素を使っているっていうのは非常に大きいと思います。まあ、ドラゴンボールって結構空中で発生させるバトルが非常に多いと思うんですけども、それをスーパーダッシュっていう、ワンボタンでスーパーダッシュが、打てるというのが仕様になっています。でスーパーダッシュってどういうのかと言いますか、ホーミングダッシュなんですけども、それはもうスーパーダッシュがあるおかげで、まあキャラクターが空中にいるところに向かって、まあ、ダッシュすることができる。まあ、そこで空中のバトルが発生しやすいっていうような仕様を入れて、ドラゴンボールとも格闘ゲームとも新しい要素とかが入っています。で他にもドラゴンボールならではの要素として気だめ、はぁーって気だめとか、普通の格闘ゲームでいうところのガードの対抗技である投げ、この投げが、まあ、ドラゴンボールらしくないので、ドラゴンラッシュというような仕様に変えて戦うことができます。でドラゴンラッシュは普通の投げとは違って最後蹴り上げることができるので、またその蹴り上げて空中コンボにつなげるということもできます。 So we have a question from Twitter. Marshall Hurd's asking, will this game be as combo heavy as some of the other Arc System games? そうですね、もうぜひプレイをしてもらって、皆さんにいろいろ感じてもらいたいと思ってるんですけども、まあ、やっぱアークさんのアークシステムワークスさんの、スピーディーなバトルっていうところはやはり今回のゲームでも、非常に、Great. So, one more question here from Yosef Almatouk. Once again, I'm sorry if I'm messing up your name. Do you always have to select three characters per player, or can a player select one character? He also has a follow-up question. How will you address character balance for non-transforming characters against guys like Goku?
まず3対3からに関してなんですけど、今回はやはりあの3対3っていうところに非常に注力した、バランスの、ゲームになるようには、考えてます。でそれから、変身するしないキャラクターのバランスに関しては、変身は今回あの共通のシステムっていうよりかは、まあ一つのキャラクターの個性の、技の一つとして入っておりますので、まあ、それによってバランスが崩れるっていうことは、ないと、お考えいただければと思います。Well, thank you so much for stopping by and answering the questions. It was great talking with you, and we're all looking forward to Dragon Ball FighterZ coming out in early 2018. Thank you so much.